かんねえだろみんな。文京区だっての忘れちゃうよみんな。でもいやいやあのね、半分だけやってその終わりにして、はい、で今度文京区の音楽流してみな。文京区の音楽って何だよ。だからこういうところ市民文京区市民の音楽となんだよ。なんでお前そういうの考えねえのかよ。バーってしてて国立ての音楽中で。え？だから遠いんだよ来るの。ね、大変ですよ、ね。なんでこれを見に行ったんだよ。あ、そうですか。それからいっぱい大事にしてるんだよ。あれいいの。写真撮ってやんだよ。みんなも英語喋れるんだろ。そうするよ。二人で写真撮りたいんだよ。ところがこれだと一人じゃん。な、いいよこれ。男の写真撮ったらつろやきもなれねえんだよ。いいよおめでとうよな。そうか。じゃあちょっと演奏してみなんでみよう。男だったらやってみよう。わかりました。誰？俺聞いてから。これ。あのよ。お手上げ。よ。お手上げするからよ。はい。あのあれをよ。あの音楽半拍子を落とすっていうのはとかっこいいから。半拍子。うん。同じになるとよ。ダメだよ。そう流れが同じになっちゃうから。なるほど。クソクソババアが聞いてんだからババアが聞いてそうやよ。おとなしくやってな。ゆっくり。うん。わかりました。すごい。これはね、このピアノはチャレンジしてんだ。みたいですよ。無常って書いてある。よかったな、あんたな。さあやってみな。はい、頑張ります。おい、何分だね、弾くの。何分？え、すぐ終わりますよ。なんだよ。もっと弾いてほしい。いっぱい弾いてほしくないよ。早く農学やんに、早くやれよ。待って待って、楽譜が落ちちゃうんです。あ、そうか。頭に入ってるの、楽譜。そう。じゃあ早くしよう。今どうかな。お姉さん、音楽が入ってるんだよ。そうです、2人が。ありがとうございます。2人やったぞ、お前。お父さんが前やってくれるのもあるぞ。
Thank you.
レーダーマンで。あああれもクラシックの。そうそうそう、あれ、あれに似てるよね。あ、そうですか。クレーダーマン知ってる？クレーダーマン難しいな。あれメロディーがよくなんとかくるから。うん、ジャズかな。かっこいい。うん、あれもだから好きだね。嬉しい。あ、BS で空港ピアノって見てるんですよ。ああ、あれはもう真剣に空港ピアノ撮ってね、ネジ見てる。あ、そうですか。うまいね。いやいや、もう本当大したもんだよ、これ人前でこんなに弾けたら、この曲を。あれよ、ダメ、ちょっと待って、俺はよ、今からよ、後楽園のよ、はい、協定場に行くんだよ。あ、そうで、協定場で俺でっかい金取ったんだよ。今交換するんだよ。でも今一人で飯食おうと思ったら寂しいから、おめえよ、帰るよ、うん、な、取った分のあれだからこれジュースでも飲む。え、な、やだやだやだ、ダメダメダメ、帰る。いいよ、いいよ、いいよ、お前じゃねえか、協定やるんだよ。な、どこで自分でジュース買えばいいんだよ。いや、いいのよ。面白すぎる。みんなね、差し入れしてるからね。え、差し入れしたの？いや、今日初めてです。だからそういうもんなの。そういうもんですか。いや、パンを置いてったらね、ジュース置いてて、今私、店舗に何もないけど、ジュース置きたかったら、ジュースをこうかと思って。ああ、ありがとうございます。うん、いいね、気持ちよくもらったの。ただ、もう一回聞いて。どうしよう。時間があるの。え、何聞こう。私はどいらしさ。
ちょうどとかね。